崩し方の回転をしていきます。回転記号が読めないと回せないので、回転記号も紹介します。まずルービックキューブは6面あります。1,2,3,4,5,6 とで、6文字で表すことができます。上がアップの U、 下がダウンの D で、正面がフロントの F で、裏はバックの B で、右がライトの R で、レフトの左はレフトの L です。そしてこの回転の、向きというのは正面に持ち替えた時に必ず時計回りになっています。 F 正面の時計回りで、B は裏になって、こう F と逆なんですが、この B を正面に持ってみると B も正面で時計回りですね、という特徴があります。正面に持ってきて、どっち向きに回転させるかというのを考えます。どっちかなって分からなくなっても、正面に持ってきて、あ、じゃあこの時計回りだから、これは赤は R だから R だとかっていうふうにすることができます。基準の持ち方を固定するといいと思います。これ、僕はこの下が白で正面が青、この右の赤が好きなんですね。この白、青、赤が好きなんですよ。っていう理由で、こういう持ち方をしてるんですけど、別に黄色の正面でも、緑が正面でも、白が上という持ち方でも、全然問題がないんですよね。なので、好きなように持っていただくのが一番よくて、そしてその持ち方を固定すると。黄色を正面にしたならば、黄色はもう F と決める。というふうに、この FMC をするときでは決めるといいかなと思います。回転記号を固定するだけなんで、揃える順番とかは全く関係ないんで、そこについては気にしなくて大丈夫です。次は文字の表記についてです。文字の後ろに数字の2、もしくはなんかチョンってつくことがあります。で、数字の2は2回転を表します。このように。1回2回と、これをまとめて数字を2と表現しています。そしてこの記号の後ろにこのチョンっていうマークは反時計回りを表しています。時計回りがこのように右に回転していくと、反時計回りが左に回転していくと、そういうのを表現しています。発音としては日本ではダッシュっていうのを聞いたりします。英語ではプライムとかアイとか、時々クワックワイズとかっていう発音を聞きます。私の動画でマイナスって言ったりしてるんですが、このシリーズではプライムと発音していきます。同じ意味です。では実際に文字を使って崩していきたいと思います。崩すのをスクランブルと言います。サイトやアプリを使うと崩れた状態を色で見ることができるので、この正しく崩したかどうかっていうのを確認することができます。 FMC では何度もスクランブルをするので、そのスクランブルをゆっくり確実に回していくのが大切です。では実際にスクランブルをしていきます。僕はこの下が白で正面を青にしています。まず F2 なので F を2回で、次に U' なので U を時計回りでなく反時計回りに回転させます。最初はこの、正面に持ち替えて回すと良いかなと思います。で U' で F2 で L2 で、 L2 はこの左なのでL2 と時計回りにしていくと。で R2 で、 R2 は右で、これを時計回りにしていくと。これはL と回転が逆なんですね。なので、覚えるのが難しいと思うんですが、正面に持ち替えて時計回りかっていうのを考えるといいかなと思います。 R2 をして、で青の F2 で、次は D で下で時計回りと、 DF2 で U でアップ、バックの B2 時計回りまして、 R プライム、プライムなので次は反時計回り、反時計回りまして、 B2 でアップで U して、 B プライムをして、 F プライム、青の正面で F プライムで、 D をして、 R2 をして、B プライムをして、L をして、L はこっちですね。失礼しました。L をして、R、R をしていくと。で、F プライムと。そうすると、このように3色を崩さないで2色を崩すことができました。
こうなっていたら、まあ、正しくスクランブルが回したということです。FMC の特徴として、この大会で紙に書くときは持ち替えを書かないんですよ。で、まあ、最初は慣れないんですけど、持ち替えを書かないっていうのを逆に慣れていくと、こう崩すのが崩すときにこう持ち替えをしないで済むので、まあ、慣れると案外楽です。